さあ、それでは、12月15日高田のババアミカド、ギリギリエグザードレベル2の東進祭、南関東エリアか、店舗予選始めていきたいと思います。4セット進行盛り上がっていきましょう。最初のエリア決勝です。あ、エリア予選ですね、ごめんなさい。それでは各筐体スタートを出して始めてください。どうぞ。普通に間違えちゃったんで噛んじゃいましたね、もう無理や。さあ、それでは見ていきましょう。まあ、ね、ちょっとガチな大会なんで、公式大会となっておりますので、先方申告、間違ったキャラクタープレイヤーが出ていた場合は失格となってしまいます。また、キャラクターを、選択ミスという場合はすぐに手を挙げてください。1回目はね、許します。ありがとうございます。さあ、ちょっとこちらの方は、トーナメント表を見てるんですけど、元ヤマトファイターズ対前天ボーイズ、サンマベノム、天衣のレアキャラレイヴンと前天ボーイズ、陽介アクセルプレイヤーシーン、森ミリアチームとなっております。見ていきましょう。さあ、レイヴン対ミリア。さあ、レアキャラがマイピータイク決めていく。レアキャラがマイピータイク決めていくのがやばいな。さあ、前天ボーイズ対元ヤマトファイターズ、青春感じるチーム名ね、ここビュッと来て1回戦となっておりますが、1回戦となりました。0回戦ですね。本日の23チーム参加か、22か。立ち合いから画面足。さあ、奥攻めスタート。下段で下段で、ダストダク、ここでガード、前に出ます。さあ、シャルフ投げて、ジャンプに行け、キンバースト。あの高さから飛んできたら、ダッシュギリギリ間に合うかなって感じですよね。キンバーストで安定返していきます。まあ、お互いに、そこまで火力がないとはいえ、ミディアやっぱ食らっちゃうと、もろいですね。ハリオが並んでいる。ハリオを投げて画面足追い込んで、前ハリさんの二波は中段となっていますが、飛んできて立ち合い難しい高さ、ジャンピーハリー、うまい。どうした、下段で崩したが繋がる。マイケタンデム立ち系からジャンケー SD S ハイスラハリーからのシークレットガーデン、ここまで来たらあとははめるだけ、場所を使っていく。さあ、出してだけでいく、これがレイブンの強み。立ち系タイク捉えたが、ここを受け身から投げています。難しい高さでしたね。一方選手は森さんですね。 OK、 おーとちょい出てきて、先輩ちょっと時間空いてるのに名前だけ言ってもらっていいですか。軽くジャンハイから空直投げ、画面端前、ごめんなさい、カック捉えて、さらにバックス捉える。ゲージはありますが発射のまずい。ピョンピョン飛んでジャンプビー大打ち、あーた、チャッチ、はい、これはちょっと間に合わず、ヒーロー、ここされでしたね。さあ、カック、これは青バースのディフェンにハイスラが置いてある。さあ、バクセしっかり逃げて、中央は空中大打ち。さあ、ここでカックを通して、もう展開が早すぎて追いつきません。さあ、ロイさんのチーム楽しそうな声が聞こえてますが、さあ、真剣勝負ね、真剣勝負しながらもやっぱ楽しめる大事ですね。シャディ、ハイスラー、ハリから画面押し、中段で崩して、バトム、これはダウンを取れております、サシエ。おっと、これは前系、ここで投げ、しっかりと返していきます、よく見ている。さあ、レアキャラが画面端、これは溜めている。前転ディザリス、ブリッツ返して、これは多いすぎる、最大からの足がない、しっかりとダメージも稼いでバースト。ダッシュはダッシュシェイカーが置いてある、すごくたっぷりですからね。ジャンピー K から前へ、はい、かっこよく通してワースト、針を拾わしたくないが体力も残り少ない。前へ、はい、すら勝ったのはノリミリアとなります。おめでとうございます。変態なのね。さあ、残るキャラクターが、あ、そっか、一応いろんなキャラ使えるんですね。一応メインキャラはさんまさんがベノム、テンさんがイノということですが、どのキャラクターが出てくるか蓋を開けてみるまでは分かりません。手張りのミス、なるほど。結果的にね、これは放送した形になるんですけども、やっぱ大会の一発試合そういうの出ると熱いですね。ごめんね、メマさん、助かるよ。さあ、イエスから対決。
さんまさんお久しぶりの参加となっているので、ね、相変わらず元気そうでよかったです。さあ橋へマットムーンからオッキー攻め、起き上がれるか、タチ系からジャンファイ、ジャンビ、あーそこでマスト着地をどう取るかというところ、走ってきて下段から前ハイ2段前ジャンプというところですが、ここは前ジャンプで押し返します。画面端さあベノロが苦しい、前ピー前ハイと振ってきます。ジャンハイ戻ってきます、しっかりと今のドラ大事、画面端アイアンセーバー走っていくが針がない状態、ジャンディ吹っ飛ばして、ジャンディ弾き、ボールもある、ボールして前ピー前ハイは繋がらず、距離を取って針を回収したいんですが、どうする、さあそれを拾わせないように距離調整、一調整か、おーっと弾いた球がヒット、バースト使って前転転がって投げを決めます。立ち系引っ掛け、画面端バットムーンからオッキー攻め、キングス投げ仕込み、ジャンディから前 B カウンターヒット、そして足払いスティンガイム、さあ拾わせない、徹底した位置取り、黄色キャンセル、上から通りボールのダメージがやべえ、空中投げいいか、ここに何でも回避、エスモービットバーリアからの画面端が待っていく、前ハイスラ2段目中段から、あここで若さ届きませんでした、針を拾わせない徹底していましたが、最後はバストをジュースという形になってしまいました。第2ハンドへ、ただ押したくなる気持ちは分かる、画面端助け、はい、ジャンディからハリーからのアイアンセーバー、奥攻め中段から細かく刻んでホルトで距離を離しますが、機動力が高い、すぐに接近、画面端中段で崩してハリーからの奥攻め、シークレットがでこれがさい、ただベノンは若干やっぱ重ねづらいというのもありますが、ここはガードシークレット美味しい、リザリス2ハイスラからジャンディからのハリー、そして再びシークレットガーデン、タチ系から1、2の3と決める形となりました。モリミリアが2立てです。正確な攻撃にこだわりすぎる手が休んでしまう。 Here comes a daredevil. Okay. Okay, ありがとう、すみません、助かります。さあ、B バンダイが、クレイジーゴンちゃんチームが勝利となります。グレートアザミコンビネーションだね、うわーそういうことか、ルーザーズはないです、ルーザーズはやりません、やりたくないです、やりたくないですさて、この後はですね、リングフィット太郎、ナグモチルドレンチーム、私のコンボ安すぎ、ウイドチューバーチーム、海の幸と最高の俺たちの、3チームが試合を行います。こちらまで0回戦です。あ、大丈夫です、大丈夫です。さあ、天山のイノが前ハイ、下段で崩して空中ダッシュ、縦縦キンエス縦からここでわっしょい、あー当たらなかったが、そのまま攻めていった、体力が溶けました、ジャンケン食らっただけなのに、ヤブコ先輩もちょっと好きであれば写真を適当に撮っておいてください。もううまい、ハリー画面端、今度はミリアの攻め、バーストとかガード、音符は相打ち、おいしすぎる端、シークレットガーデン、画面端から逃げられない、ガーッとジャンハイジャンハイ、ジャンディからのウィンガー、かっこいい、取り返します、サンタデリーチ。さあファイターズ対ボーイズ、ボーイズが優勢となっておりますが、あーと開幕捕まってしまった、バーストを当ててここでとりあえず稲川を掴めたいですね、爆発力あります、おーっと前投げマジか、あーと当たってる、これはブリッツが出なかったか、そのまま足払いからブリッツ、ガードワンキルが 2K2S、 足払いから下段で崩します、おーワンキャンセル、もう難しいなこれ、さてパーキンエス縦からキンエス S ハイ、狂言からの置き攻めはしのげるか、これは見ていた、黄色キャンセル暗転中に確認して踏んでいきました、大将粘りました、天井のが勝利となっておりますが、まあ、もちろんねこちらはねアクセルが出てくるでしょう。
さて、C と E か。さあ見ていきましょう。天意の対するは陽介アクセル。さあ2敗者から連戦、チャンスはしないと決めて、この距離どうやって前に出るかというところですが、ここは本当出してる。下段中段画面端、ここで位置が入れ替わりますね。いいバーストポイント、しかし捉えた、ダウンは取れなかった。これはアクセル惜しいが、上からチャンハイ叩いて空中ダッシュ、ゲージは 100% かなり苦しいぞ。遠距離でガードさせてロマンキャンセル、ゲージを重ねていくがエース、うおーこれは空中ブリッツ、ファイターズ闘志を感じますさあ大会これだから面白い。さあジャンプです、ダッシュピー、ダッシュピーと振りつつ、さあ苦しい展開です。さあしかしクーラーを通す、音符を動かしますがギャラリー判定が先行しているので、ここね音符が爆発は届きません。うまいか、前ジャンケ、前ケからボンバーまで下ろしませんでした。陽介アクセルが勝利 1-1。さあ最終ラウンド、ボンプをガードになりました。すぐさま惑星トスピン総裁、いい勝負といいますが、ここはスライド連戦届かせます。さあゲージをためつつもありますが、ジャンハイ先に置いてあります。ニエス、ジャンプエース、これは引っかかってしまった。ケミカル続いて空中ダッシュ、位置が入れ替わっている。そのままさらにこの距離、また苦しい立ち回りに戻ります。徹底していく。さあ連戦はハイスラ局面潰しい、ゲージも欲しいが前にも出たい、ただ前に出ると押し返されてしまう。25溜まったか、使わせてもらえない、厳しい、徹底してる。前に捉えた、全然あります。画面足空中ダッシュ、これバースト、音符は生きているが体力が持つか。前系勝ったのは陽介アクセル、最良回戦勝利となりましたのは、前天ボーイズとなります。おめでとうございます。イノさんだよな、え、ああ逆側でしたね。A 番内だけやっちゃうのはありかもしれんなって止まっちゃうのもあれだからA 番内だけやっちゃおうかな、なんか前言ったけど、多分そうした方が進行も良さげなんで、 A 番内だけ呼んじゃいます、ごめんなさい、言っといてね。3セット1組で A 番内はまだタイミングよくは、おっと C 番内終わった、あ、けど4セットでいけそうだ。よしよしよし、勝ったのはエンジョイしましたね、エキサイティングチーム。これレベル高えな、どこ切り取っても。はい、現在1回戦は E 番台のみが進行中という感じですね。さっきどっち呼んだっけ、俺リングフィット太郎か。じゃあごめんなさい、 A 問題だけちょっと別に進行しますと思ったが、いけそうだ。一番奥は、はーい、中防神チーム勝ち。中防神もね変わってきましたね。おお、ほんとだ、ありがとう。じゃあ4セット1組でいけそうです。まあけどよかったよかった、進行は問題なさそうだ。じゃあ次の、4セット、リングフィット太郎、ナグモチルドレンチームと私のコンボ安すぎ、 V ドチューバーチーム、海の幸と最高の俺たちという感じで3セットプラス 1チームが1回戦になりますので、新内ミカサチームとボークンチームが試合を行う形になります。よろしくお願いいたします。
名前が分かんないから予想ができない、どういう感じになるか。さて、あ、了解しました。まあ、しばらく大丈夫だと思います。はい、じゃあちょっと海の幸がちょっとお腹減ってきたんで A 番台にしましょうA 番台海の幸対、最高の俺たちのチームです。 A 番台よろしくお願いいたします。チーム海の幸、代表者誰でもいいです、手を挙げてください。いますか？ OK。 最高の俺たちはいるかな。はい、いらっしゃいますね。じゃあじゃんけんして 1P2P 決めて待機してください。お願いいたします。では B 番台はですねこちらです。私のコンボ安すぎ、V ドチューバーチーム。はい、私のコンボ安すぎはいらっしゃいますね。V ドチューバーチームはいるかな。 V ドチューバーいた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 。じゃんけんして 1P2P 決めてください。 C 番台リングフィット太郎チーム対南雲チルドレンチーム。はい、いるかな。 OK。 じゃあじゃんけんして 1P2P 決めてください。で一番奥で1回戦です。こちら、これ新内ミカサでやってますよね。新内ミカサチームと暴君チーム一番奥。はい、新内ミカサチーム手挙げてください。はい、あと暴君チーム、はい、いらっしゃいますね。じゃあ一番奥の台で試合となりますので、じゃんけんして 1P2P 決めてください。で A 番台は先ほど言ったように平岡先輩に 1P2P ともに聞いていただけませんぼ。そして、2P 側、奥側の筐体の方はですねメイマスさん、この大きい帽子かぶった人に先方の方を申告してください。そして、こちら 2P 側、これ太ったメガネの、ヤブに伝えてください。よろしくお願いします。申告制です。一応まあその場でやってもらってもいいんですけど、怪しいんで。あ、いや別にあの自由自由、あのチーム内で頼んだけど、チーム内の同キャラはダメ。奥はそのメガネ、ごめんなさい、帽子のやつにお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すみません。じゃあごめんなさい。先方は全部 OK かな、大丈夫？ 2P OK？ はい、ありがとう。 1P OK？ どっちが 1P だか忘れちゃったけど OK。 OK。 A 番台 OK ですか先輩。じゃあ各兄弟、OK みたいなんでスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。じゃあこの0回戦プラス1回戦かな、このグループは。お久しぶりです。元気ですか？勝利一発、勝利一発、肩、どんなレバーの入力してるんですか？まだダメだった。ん、あ、卓球か。あーあー、無理しないように、人いっぱいいますからね。なんか肩で逮捕にしたくないです。ああ、ありがとうございます。アインマンがいつも飲んでるモンスターです。ありがとうございます。
いやいやいや大丈夫、お金置いてってくれればいいですよ。さて A1 内ですが、こちらは海の幸、ガニ食べエルフレとタコシン、海の幸といえば酒井クムヘヒョンです。本当に月側が最高の俺たち、ロザリーさん、FC さん、デソさんですね。去年の東進祭チームに、デソさんを加えてといった感じですね。見ていきましょう。俺デソさん初めて見るか。わっ、タコシン対デソラムレザル。さあかなりレベルの高い対戦となるだろうと。しかもレアキャラですからね。上海からビッグドライバー、ガメ足。なんかやっぱね、大会になるとやっぱなかなか力が出せないタイプとかもいると思うんですけどね、皆さんどんな感じなんでしょうか。けど今ネット回線2ラウンド選手が、うわうまっ、メインの方は問題なくうまさぎる、石が高い、前上杯、金星立ち杯、ゴロスキル超減ったね、デンジャータイムものにしました。タコさんのシーンです。さあタイムシャンビー通して上杯からここで昇竜切り返し、おっとバースト、よってゲージ欲しいですね。ジャンエスコエート、ハイスラケートを当てないとゲージがたまりません。上海アイシュビークドライバー動いてある、的確なビーク牽制、肉ゲージはまだ十分に残っております。ブルバッシュ、ご飯を食べて前ピーからエルク、ビークドライバー前ハイからのビーク、立ちハイビークからのビーク締めからの中下が飛んでくる、どっちだ、表、ごめん、表の中段、表しかねえよそれ。そうだね、きつい、バックステップ呼んできました、ダッシュマイピー、先方戦勝利はタコシンです。3対1なんてずるいぞ、いいか、こっちに貸してくれよ。なっ、うわー、すいません、あれ、さあ、見ていきましょう。最高の俺たち中堅ですね。ロザリーさんです。はい、見ていきましょう。さあ、ビーク、画面端、飛んで、下段、刻んで前ジャンプ、下段で崩して、ここは溜めます、読んでいく、さあ、ここバースでもいいですかね、いやー、展開が早い、そしてバーストガード、キャップ戦利でいく感じですかね、溜めていく、マックスできついですね、これ、ビークドライバー、ちょっとミスってしまうと、飛んでくる、技も振りづらい。溜めるしかないんですから2ピで止めた、おいしそいでご飯を食べて2敗者止め、足払いに対し激凛、展開の速さ、キャップをこれは難しい、マクセ、エース、ビーク、エルク、ビークからルラッシュ、飛びに引っ掛かる、おいしすぎる、飛んでくるがブリッツ、これは最初の良さ、堅牢で返してダウン位置、しっかり見てますね、体力計算バッチリ、結構意外と使ってみると技の振りが大きくて怖いんですけども、しっかりと技を振っております、タコシン、しかしそれを上回る速度で返していきます、ここで見てますね、着地、この着地の読み合いが結構おろそかになってしまう面が場面というのが多いんですけども、しっかり見ております、ミネスタチャイン前ハイビーク、なるほど、まずは抑えてからボルテキレインを使ってご飯を食べると、チラッシュ通していきました、ここはもうそのままフォークからデータですね、素晴らしい1-1です。うまい、見ている、足払い、これはそう、こちらをしっかり昇竜で返し、めった切りじゃねえな、がむしゃらにつきます、めった切りはねファーストです。さあここまでガードさせてジャンプリーマルシャーシーズ持ち上げてビークビークから空中足、これもう打てませんね、打ったとしても着地してお腹減ってしまいます。さあ苦しい、必殺技打てない状況、打てるには打てるんですけども
しばらく動けなくなってしまいます。ブリッツからタッチ範囲、これは待っていた、溜めて、いやこれは溜めきれていない、鉄板グル、ご飯食べずにそのままいく、ジャンプリーク、素晴らしい判断でした。距離取ってご飯食べちゃうとね、またジャムに好きに動かれてしまうということで、ここはカロリーゲージ捨てて中ゲージの枠で決めてきました。怖いですねこれね。やべえ。さあ見ていきましょう。 FC ベノム対タコシンです。ベノム戦は結構さんまさんとやってるんじゃないかというところですが、 FC さんどうだ。 FC さんはあれか、 DC さんとやってる感じなんですかね。熱中対戦の方で前回からワイシャン1が入れた、出るベルダッシュ、前上海一気に差し上げ、ご飯を食べて前シャンプー抜けていきますが、ダウンまでは少し暗い、鉄板グル返し、さあ暴れ潰し、大きから画面端動けない、エンゲスが起き上がり重なってピーク、ご飯食べて脱出しますが、イメージ状況がかなり苦しい。さあしかしマーカス動きを止めて、9ファイから前ジャンプ、前ビー間に合わず、これはスティンガーではなく奥攻め削りに行く、難しかったですよね。あそこでスティンガー M でもし相手が生きていたとしたら硬直残した状態で触られてしまいますから、ここは安定を取ってきました。さあ B こういったよりも瞬間移動してくるだろうというのがね、まあ、瞬間移動してもしなくても硬直が少ないんで本当に便利。さあうまい、チャンゲス確認からバルチャー、刻みが届かない高さでもバルチャーシーズンによって本物にできるのいいですね。ロマンキャンセル、前ハイが止まらない。さあそしてこの前ハイ、前 B 瞬間移動待ってるサブをフォーク天才。さあ苦しいベノム、前ジャンプあっとしのいったか、画面足捕まえたい、金安95。さあしっかりと直前ガードから割っていく、直出しないか、カウントヒットだった。立ちハイ、前ハイからエリアル11、マッコシン強いですね。さあここちょっとやっとベノムが開幕立ち回れてるかなといったところで、このまま捉えていきたいんですけど、前ジャンプ、上海バルチャー、便利、バーストガード立ち合い、前ハイからブルバッシュ、前上海からキーネス立ち合い、ビークドライブを吹っ飛ばして戻ってきて、起き上がり早いため、ここは埋めてからガードをさせて、さらにやめましはい、チーム、ボークンチーム勝利となります。ありがとうございます。VTuber、ありがとうございます。V。前上海、キーネス立ち合い、ご飯を食べて、避けていく。ストラグルから逃げ、これバスト。前ピーブーベランを刺していきました。タコシンが3立てとなります。海の幸勝利、1回戦進出です。だからさ、3日に1回は髪を切らないとすぐに伸びちまうだろ。 C 番台か今やっているのは俺だけ、ごめんなさい、ちょっと A 番台だけ止めるのあれなんで呼んじゃおうかなと思います。1回戦グループはもうないんで順番に呼んでいきますかね。エンジョイ&エキサイティング、エンジョイ&エキサイティングチームとチーム芸能人、ハト TY アシャナチームと、佐藤さん、サリュウさん、ロイさんのチームかな。 A 番台でいきましょう。ごめんなさい、ちょっと A 番台だけ先やん呼んじゃいます。やっぱごめんなさいね。まあ、4セットだからまあ1時間4時半にやっぱ終わるかな。でこの後呼び出すのは、前天ボーイズと戦機絶望チューフォギア15。やべえなこれ。あ、先方、絶望、中方や、エクシム、エクシム、なんかバキシムみたいな名前ですね。
エキシン分かんないですね。元ネタ知らないと絶対間違えるやつですねこれ。間違えた。今日のヒロスレにも期待しております。ごめんなさい、 A 番台だけもうねちょっとやってしまいますので、先輩ちょっと確認だけお願いします。戦技絶望チューフォギアエキシム、やべえ覚えちった。エキシム、エキシム、なるほど。 C は、あー間違えておっしゃったカジ。じゃああれやってあげてください。勝ったのどっち。はい、リングヒット、あ、丸こうしてるんだ。じゃあ3セット呼び出ししていこうかな。3セットだとここ呼ぶでしょ、呼んだでしょ、 B でしょ、 B、 あ、そういうことか。お前チームどこだっけ、アッセンどこだ、お前ちょっと実況できる、うん、2回やる。じゃあここやります。B 番台クレイジーゴンちゃんとチーム名なし、ユーマさん、レイドくん、ケイさんのチーム B 番台、C 番台、前天ボーイズと、あ、戦機絶望チューフォギアエクシブ、イエスやります。こちら C 番台です。そして、一番奥 E 番台が、ここかな、うん、ここやってんだよね。E 番台中防神ヒロチーム対オールブレイカーコンソメチーム、オールブレイカーコンソメチーム E 番台です。ちょっと先方聞くまではちょっとお願いしていいかA 番内は、まあ、呼び出しております、エンジョイ&エキサイティングで、 B 番内クレイジーゴンちゃんとゆうまさんのチームは、はい、よろしくお願いします。まさかなんでここです。 A 番内は OK、 はい、 A 番内は OK なんで、じゃあ A 番内は始めちゃいましょう、お願いします。で B 番内はじゃんけんしてください。で C 番内は大丈夫かな、マルハン平岡チーム、はい、と前天ボーイズ、はい、じゃんけんしましょう。どうぞ A 番台を始めちゃいましょう。ちょっと A 番台動画撮ってるの忘れてたからね、動画ここは基本動かす形で、で一番奥オールブレイカーコンソメチームと中央神ヒロチーム、めちゃくちゃ多いですね今日は。中央神にヒロスレさんに侵食されつつあります。エクシビ、じゃあメイマスさんまた先方確認の方お願いします。ワンツービー側、ワンピー側、じゃあヤブお願いします。ダメです。いいですよ、大丈夫ですか。いやいや、さあ A 番内の方ですが、エンジョイ&エキサイティング、サリューラムレザルの、あ、ごめんなさい、ロイソル、佐藤ベノムチームと現役人チーム、ハトエルフェット、ティガシル、ヤシャナベットマンチームです。さあサリューさんです。さあアシャナベットマンのクセベン、お互いにねセットプレー非常に強力なキャラクター同士の対戦となっています。さあどちらが先に捕まえるかというところあって、そこはダウンが取れず、さあ追いかけていく、空中ダッシュ触ってシールド、オクセメからの剣からの、さらに続いて下段攻撃中段、ここは良かった、デッドに返し、さあ剣を動かしていく、さあボールにヒット、空中攻撃ジャンプ P が低く出ますね。さあ中央に戻りますが、これは漏れたっぽい、シャミハイズラ空中ダッシュからの下段、続いてオクセメはバックステップ、足はよく見てましたね。さあ空投げはミスったか、しかし苦しそうな、いや器用に避けて中央へ出す、しかしここで中段ヒット、アイマーンのチーム試合ですよ。オールブレイカーコンソメチーム対中防神ヒロチーム、一番奥の台アインマンのチーム、誰でもいいんですがいますか。あいしゃ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 い、一番奥、中防神ヒロチームと、
ダブリッツ返していきますが、ここガード間に合ってますね。さあマーディーシータスク、これ通常受け身からボタンを押しました。あーっとシータスクゲージは 50% A タスク引き付く、これダウンをした意識入れ替えてるな。逃げれそうだが上海よく取られた。クー投げ続いて 2S 立ち配すら 1C 先方は大丈夫そうかな。ヤブ OK、 あヤブはあれどこ行った OK、 みんな聞いた、どこ E 一番奥ね。 OK ありがとう。さてさてさてどちら先につかめた B だ。これは空中投げ怖いです。さあここはワープ途中ファイン、シータス君巻き込んで奥攻めスタート、ワープオークボタン押して、さあバーストアッシャラさんがやらかしてしまった。しかしまだ大丈夫かもしれない。体力が並んだだけゲージもある。これでとりあえず剣は落とす形になりますが、前ハイスラ移動ジャンエス B タスク馬、そして先ほど見せたあー重なっていない、戻っていけるかっていうところでもガードしましたね。消えてます。シールド中段から画面端追いかける、しかし硬い、耐えて捕まえたいがジャンプ P からうまいからジャンプです。さあ耐久時間伸ばしてジャンプ D が置いてあった、当たってしまう。ここから中段となったか見えません。先方先制したサリューさんのラムレザルです。今の私にはいいわ OK かな。それを教えてくれたあなたがなぜ母さんに、オッケー 2B 側オッケー 1B 側は大丈夫かな。中防新チームが悩み中。オッケー、はい、じゃあ全チーム決まったかな。それでは先方スタートボタンを押して始めてください。やべー、ちょっと頼んでいい。さあ、ハタさんのエルフェルトが出てくると。さあ、下段通って。下段、中段、ガードして。さあジャンペストール、さあ爆弾で当たって後続が当たる。さあ3ヒット画面端、強化ショットが当たってるおまけが使う。ダウン大石 TS 体育から、さあこれは空分数が通らない。しっかりジャンプして置き攻め、しっかりガード、おぞ天が当たってたのかな今のは。さあ、くじ出し通って画面端コンボ、さあこれバースト読んでくじ出し、下段通らない、ミエスが間に合わないが下段通ってバースト。さあガトリングからタッチ系取った、一本取ってくるのはサリューさんのラムレザル。さあ一旦離れてジャンペースが当たる。さああとこれはガトリングに爆声で差し込んでいく、ガードを差し込んで、さあ爆弾をちょうどパンがするときにジャンプしてジャンハイを差し込む。さあ固めて、さあカウンターヒットからあと突き上げが当たらない、ジャンプでカウンターから置き攻めはブリッツ。さあ当たってジャンプ D、 ジャンプ S 通って、さあ突き上げがヒットするがコンボつながない。空中投げしてるのはラブレザー側。さあダメージ取って投げてるのはエルフェルトロマンキャン使って、さあ強化ショット2発入れて1本取り返していく。あと3のエルフェルト開幕一旦離れて、
まあこれは爆弾でさらに剣がヒットして、通常ヒットしてさらに拾い直している。爆弾自爆してパインか。さあどうジャンプリー。さあこれスライディングを2Sで半角っぽく通りまして、さあバスト使って一旦離れる。禁煙サイクルからしっかりダウン取ってパチケから爆発崩すコンボ決めて、これはゲージもあるのね。ガフルダーッと金ジャンハイが当たらなかった。さあこれを通って、さあバースト金バーストしたが通らず、下段通ってロマキャン使ってコンボ決めて、あっと失敗してしまうが下段通る。フォローが完璧。さあ2立ってエルは勝って笑う。私もそうなりたい。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? さあ大将かな、TY さんのスレイヤー。 Slayer vs. Ramlagon. Get ready to roll.Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! さあ、開幕は空中出しとタチケ。一旦離れて。さあ、空中出しと通していくのは、ガードさせているのは、スレイヤー側。さあ、着信投げて。さあ、これはコンボしっかりしている。さあ、中段、ガードして、下段が通る、パースを。さあ、剣出して。さあダウロさあとダッシュ禁煙に下ジャンプ D 決めて、さあジャンハイカウンターから、あジャンハイじゃない、パチハイカウンターから藤田ステックが、さあこれデジョタイム助けるかな今の。さあこれはコンボが痛い。さあ次が通ると死ぬんですが、これしっかりガード、アートブリッツ禁煙一本取っていくな。 TY スレイヤーさあジャンピーで対空して、さあ口出し残形が通って足場へ持続からの禁煙 S 拾いエリアで決めてダウン取っていく。痛いぞ結構。さあ下段通って 2P からのさらに固め直し、さあジャンハイ通ってるのはラムレザル側。一旦離れて、さあエンス剣当たって、エンスじゃねえのか。さあ空中ダッシュ、誰か画面端でバースト使う。さあ6回パイルが当たって下段通る。起き攻め、これはダンジステップ期間で一旦離れる。さあ空中投げ、勝ったのは TY さんのスレイヤー。三立てはさせねえぞと。道草を食ったがなかなか楽しめたい。さあ出てくるのはロイさん、ロイソル。さあ他チーム盛り上がってますね。さあ開幕ジャンピー、さらに空中出しジャンピー通って、さあ口にぶっきらバースト使って、それに 2P で暴れて足払い差し込んで空中投げ、
ボルカニックバイバー読んでいる。アイスダッシュからクジダッシュに決めてバスを金髪当たる。まあお互い一旦ジャンピーを使っているのはソルガは、まあ、コンボ決めてダウン取って、まあ、これはブリッツじゃないや、ブッキラにローマキャンを仕込んでいる。さあパイルカウンターから立ち合いがダウン落ち、6回カウンターからパイルローマキャン使ってさらにダメージがアップして、これは殺しきるか、殺しきった。1本取っていく TY さんのスレイヤー。さあガンフレームにジャンプクジダッシュ S が当たる。さあこれでコンボ決めてソルガは画面端置き攻め、バーストブリッツ、あブリッツじゃないバースト読んで2杯からコンボ痛いぞ。さあガンフレキさんから置き攻め上杯重ねて、さあ2エースカウンターから一旦離れる、キャン使って投げてるのスレイヤーが、さあこれジャンプして避けている。さあ演奏ステップステップ投げて足払いが出てしまって、これは1本取り返していくのはソウル。ホイさんが1本取り返して最終ラウンド。さあジャンハイカウンターから空中ダッシュコンボ決めてダウン取ってゲダンバックスさで逃げて、さあ中段、さあこれは透かしでさらにバーストも読んで立ち合いからコンボだ。さあ痛いぞ。さあ中段通ってゲージはないので一旦離れるが、これはうまい空投げ。さあ空投げ、さあステップ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 帰還して投げる。勝ったのは DY さんのスレイヤー。さあ大将戦、出てくれな佐藤さんのベノム。さあ大将戦やっていきましょう。さあ一旦離れて、いきなり画面端ですが、これは一旦上に逃げる。画面端に差し込まれて、さあ一旦入れ替わり、さあ弾を生成してジャンハイヒットから弾ヒットしてバスト使う。さあと弾がいっぱい飛んでくるぞ。さあ空中ブリッツで対空を潰していく。さあコンボ決めて画面端置き攻めはマイピー、おっとバックステブリッツジャンプキャンセルブリッツですが、これは見ていた。さあ置き攻めはこれは当たる、痛いすごい痛いが、ゲラン通るのはベノム側。さあブリッツで一旦逃げる、投げてるのはスレイヤー、金 S 通って勝ったのは、あ1本取ったのは TY さんのスレイヤー。さあパッパハンチ通ってパッパ、さあ中段通ってバーストガードしているのはベノム側。さあこれはブリッツで下段を透かして無敵時間ですね。さあ下段ガードしている、しっかりしている。さあこれはエースと玉が相打ちですね。さあこれは無敵ジャンプで一旦食らい逃げ。さあとスレイヤーがガンガン前に行く、2杯カウンターからマイピー、さらに受け身狩りのタッチピーが当たって1本取り返していくのは佐藤さんのベノム。最終ラウンド、さあ空中ジャンプ系が通って弾もヒット、さらにコンボが続いて画面端。さあこっから大きな目デッドアングルをガードしてそのまま画面端を維持、大きな目。さあレンガから中盤が通るバースト使って一旦逃げる、ステップ期間から
これは吸血からコンボはバースト使って1回逃げる。さあ投げるぞベノム。さあこれはダメージが当たってしまって勝ったのは佐藤さんのベノム。君のスリー金石を番台は佐藤さんのチーム、エンジョイ&エキサイティングのチームということになります。そしたらできるところは今のところは少々お待ちよ。技は嘘をつけない。オーバじゃあ A 番台の方を呼び出していきます。海の幸チーム、海の幸チームと、ハニートラップチームとなります。A 番台で海の幸チームとハニートラップチームになります。海の幸チームとハニートラップチーム、顔合わせして、A 番台で対戦となります。ワンピースピー決めて、先方決まったら、教えてください。今確認取ってますね。少々お待ちください。さて C 番台は終わっていると。前転ボイスちょっと A 番台トイレですか。はい、あ、OK ですか。はい、すいません。C 番台は前転ボーイズが勝ち進んでいますね。これはただいま B 番台でクレイジーゴンちゃんチーム対、チーム名内緒のチームと今対戦中。 A 番台 OK。 はいはい、では A 番台、先方決まりましたら座って、対戦の方お願いします。 E 番台の方では中央神ヒロチーム対、オールブレイカーコンソメチームという風になっております。対戦中です。E 番台終了ですかね。はい、勝ったな中央神ヒロチームという風になりますね。はい、ありがとうございます。さあ A 番台やっていきましょう。ワンピー側、はい、Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock
じゃあ B 番台、BC E 呼び出していきます。リングフィットチーム太郎、リングフィット太郎チーム対、明けずきマンチーム、リングフィット太郎さん、じゃね、リングフィット太郎チーム対、明けずきマンさん、明けずきマンチームですね。こちら E 番台になります。 E 番台でじゃんけんして先方を決めて、ちょっと待っててくださいね。B 番台、B 番隊前天ボーイズ対、中本心ヒロチームになります。前天ボーイズ対、中本心ヒロチーム、B 番隊、B 番隊ですね。はい、B 番隊になります。前天ボーイズ対、中本心ヒロチーム、C 番隊、続いて C 番隊呼び出していきます。エンジョイ&エキサイティングチーム対、暴君チーム、 C 番台になります。エンジョイ&、エキサイティングチーム対、暴君チーム、 C 番台となります。じゃあごめんなさい、 BC E か、また店舗の方確認いたしますのでよろしくお願いいたします。で、ここちょっと忘れてたわ、先輩ちょっとお願いしていいですか、これ勝敗表か。私と同じく花嫁修行中ですね。どこが映ってんの。一緒に頑張りましょう。お願いします。横綱ダイナマイト、ジョニーさんと、さあね、だいぶチーム数も減ってまいりました。ベスト8になるのが、左側が結構ね進行早くて、どこが当たるのか確認もしないといけない。設定間違ってた、トーナメント表の解消をしなかった、申し訳ない。危ない危ない。はい、じゃあお願いします。あ、ごめんなさい、もう一個、これはこれできたって、できないか、あ、できないか、まあいいや、上見てやります、よろしくお願いします。さあここはアギーナさんかな、カニタメさんと、さあここはクナゲ画面端、呼びはもう大丈夫ね、中防神ヒロチームと前天ボーイズ大丈夫そうですね。 OKOK、 あ、かからなくて大丈夫です。これで、ごめんなさい、ちょっと熱くなってて、トーナメント表オンラインの方更新するのをすっかり忘れてました。さあ神橋、これはパインを跳ね返る形になりますね。しかし橋へ構えてボタンを押して崩すというところですが、ここ返す、あーっと穴が出なかったっぽいが、フォロー、これどっちだ、パインか先か、違うな、魚パインだな。いや、いい確認しました、アキラさんが勝利です。あ、ごめんなさい、アキラさんで合ってる、アキラさん合ってね。あなただけを見ている人はダメ。 Here comes the dare devil. OK、 ありがとう。谷本くんさ、オッケー、
じゃあ BC E 番台始めてください。あれどこ行った、レイマスさん、レイマスさん、ガスタ持ってっちゃった、ガスタ雑巾大丈夫、あれどこ行った、シロップとか、まあいいや、あとで、まあ、白でも大丈夫、水で大丈夫です。いや、終わった、開いただいていいから、今やらなくて大丈夫。開いたら、そう。サマイピー、エンス、足払いからレーザー、画面端、遠くで返し、どうしました?さあ、細かく刻んで、画面端、ショート、画面端、さらに押し込んで、ゲージが切れてしまった、アキラさんがここは仕留めたかと思いきや、キャンセルができないです、必殺技。ご飯を食べて、NS、エルク、ビーク、差しのいていく、バーグリッツ、これは立ち杯、フォーク、ブル、前上杯、キングス立ち杯と決めて走、キムチが溜まっているので、全然あります。と逃げる、クーシュラッシュ、あっと繋がない、腰が残っていたが、レーザーは飛んでくる、空投げ、最後チャンピオン、空直、投げ飯、ブリッツはエルクを呼んでいたが、中断として空中ダッシュが刺さりました。勝ったのは、たくさんのシーンです。さあ、現在トーナメント表の方も更新遅れた分一気にしておりますので、ぜひご覧ください。あ、大丈夫です、あのスコア送信しろって話なんです。さあこちらはクンさんのベッドマンかな。ロワンキャンセル食べて足エルク、ここでホークにバースト、ビーク打ちキンエスジャンケイチャンピーからの立ち合い、足払いビータスク、さらに位置が入れ替わりました、わからない。続いてエータスク戻りと一緒に、これは攻める形になりますね。なるほど、よくできている。エガスク、そしてビーデジャブ、戻りがヒット、前ダッシュは、これはエルク取れず、バックスティールキャンセルしたゲージがある、ただゲージはあるが伸びてそうなんです、まあ大丈夫そうですね、しっかりと通常技でコンボとなっております。こうやって見ると、やっぱ上半分がかなり先行してる感じですね。上海チャンディエンゲス飛んできた、バルシャーシーズ前上海エースビーク、さらにここでビークバスを使っています。こちら表立ち合いからのご飯を食べて足払いエルク、ホークブルバッシュ、ビークドライバーからブルバッシュ、ご飯を食べてドバンキャンセル、エンゲス立ち合い、さあそのまま行きました。勝ったのはバコシン。ルミノスチームが勝利かな。やってないところどこだ。ここか、 VTuber チーム対アッセンチーム行きましょう。お待たせしました、 VTuber チームとアッセン1、ヤブアンサー、スパノジチップ、谷本ソルチーム、A 番台、谷本君いってらっしゃい。なんの俺じゃん。これで今日の飯と、これ更新は終わっていましたよね。現在ラウンド2消化中。
Guilty Gear Exar Rev 2じゃあ A 番内の先方は、こちら平岡に伝えてください。3回戦組がですね、エンジョイ&エキサイティングのウォークンチームになるのかな、多分ね。うん、やってますね、もうやってる、ごめんなさい。前転ボーイズ2期だった、ごめんなさい。じゃあ A 番内先方確認しましたので、スタートボタンを押して始めてください。こいつもこれできたんだ、知らなかったぜ。はい、見ていきましょう。アッセンチーム、ヤブアンサー、谷本くんのソル、スパノジさんのチップとムイドチューバーチーム、ナグモさんのカイ、シンさんのレイブ、トラストさんのジョニーです。おお、開幕グリード、スライドベイバー、キングスス、当たらず受け身がりまで用意しているからしい画面シーン。あと、ミッドシール、画面端、8杯、スタンリッパー、2杯、グリードセバー、ベイバースラスト、8杯、スプリットシール。ガード固めにはデッドグル、さあ動き出しましたが、足系の空振りに足払いが刺さる形となります。一本選手は長野さんの回、さあフォーニール、あーとこれは何か出なかったか、空対空ベイパースラストへ、さらにスタンディッパーから画面端押し込みチャージ、グリードセバーが飛んでくる、持ち上げてキングス、スプリットシェル当たらず、しばらいからさあジャンハイヒット、ゲージを使って追いかけるが、ライトザライトニング、ここは回していたか、長野さんが先鋒戦勝利です。私の勝ちだソル、もはや不意は語るまい。 Here comes a daredevilWho dares to enter the main? Chip Sen. Kai versus Chip. Get ready to. さあ、スパノジさんのチップですね。見ていきましょう。Heaven or Hell. Duel. Let's rock. さあ、手裏剣投げて。お、手裏剣。あ、手裏剣と捨てていきます。ジャンケジャンディアルファアルファから奥攻めはジャンエス、これバーストしよう、足払いからタッチフィー出したい、ここはちょっと難しい、さあここは 2K がタッチフィーの下潜る形、ブリッジに対して下段見ています、ダメージをさあ落差のクライミングになりますがダメージ取れてますね、いやとはここでグリードセバーが飛んでくるバースト、
2P グリード確かに全然予想しないと食らってしまいましたね。続いてどっちだ、まあ、素投げ、ちょっとライトザライトニングの読み合いになってはいますがね。さっき最初の試合見ていました。表ミハイチが持ち上げて、さあ体力かすダメージはどうだ、怖い、うわ、なんだ今のはまさか乗れなかった。さあ裏スタンリッパー PD に刺さります。はい、リングフィット、リングフィット、はーい、スイットシェル、イエスからジャンハイ、タッチピーキングです。足払いから戻ってきて、あー、さあこのヒット手裏剣が後ろにここから追いかける、ダメ出し、うわーこれはーっていう出していったが、どんな当たり方、一応フルヒット。さあジャンケー、空対空、追い手が走ってどうする、空対空、ジャンピー、ここは天を待っていた。じゃあね、今ね、やっちゃってるんで、少し遅れちゃってるんで、試合が落ち着いてきたんで、呼び出しちゃいます。リングフィット太郎チームと、中名なし、ゆうまさん、レイド君、ケイチさんのチーム、一番奥、E 番台でお願いします。この辺はね、臨機応変に。さあ、出てこない、足払い。あ、解けなかったか、足払いを、バックスで避けて。うわ乗っちゃった、ギンギンス、ディファイン、SS、ハイ、ベイバースラスト、体力が消し飛びました。対象出てくるアンサー、ヤバンサーです。Here comes the daredevil. リングフィットチームと、ユーマさん、ユーマさんチーム大丈夫。はい、OK。多分ね、もうベスト8が右下以外全部進んじゃってるんで、少し遅れてる試合を呼び出します。さあ、南雲さんの回答、ヤブアンサー、マイケ、あ、お、お、これはちょっとまずいか、いやー、しかしダウンが取れないと、おお、おいしい、2杯しっかりと落として画面端、うつせみ取ってキルキャンセル、チャンハイのヒットストップを利用して次の回避。さあ牽制合戦移動して、さあいろいろ読み合い、距離を取ります。さあリンギの章を補充して、さらに接地直し、相打ち張り付いてバックステップを捉えた、そっちだ、キングスマイケからの円安、ギリギリ先端を置いて、チャンハイからこれは判断が難しい。さあ、回を追いかけ、ダッシュメーバー、こういったことは全然ありですね。一番多分アンサーが嫌がる行動となっているはず。いやー、しかしバックステップ、ダウンを取られるちょっと怖いぞ。走ってマイピン、張り付いて、ムササビ、これは表か、裏か、全くわからん。なんか構想みたいな感じになってる、大丈夫ですかね。さあボコンとして避けた、立ち、はい、見たいだけかありえますけどね。さあ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 おレベル、あーこれは見ていたらベイパースラス吹っ飛んでいるアンサー。さあ元気がいいボー君チーム、チャンピオンスから、さあなんかミディアのキラキラ、おスタンディッパーで前に来る、ゲージもしかも使わない、いいですね。あーこれ C がこれ難易度出せる、待って待って、おっとこれは受け身狩りを狙った、ちょっとね覚醒必殺技嫌がった感じになるか。ちなみに C1 で勝ったのは、はい、ボー君チーム。さあ見てる間にアンサーシス、でこっちは中央新チームかな、はい、お、すごいですね、広末さんの魂がまだ生きているってことですね。さあ踏んで、
おわっとデータループ見せてマイケ立ち合い落とした肩叩きからさあどっち思ってからおっ手繋いですよさあ橋へ2杯醤油かさあ流れが変わりそうな雰囲気が出てきた2P 助け前範囲走って投げて置き攻めは着地が上から踏まれてグリードさあしかしジャンペースが強いんですさあ打ち手に出せず飛んだ空台空に行く前 P を空振りエングス2番目刺しました戻ってきた上海さあここは張り付かせませんああ最後は張り付き失敗レバーが入ってしまったか勝ったのはなぐもさんの回ですさあヤブンさん粘りましたが届かずウェイドチューマーチームが勝利となっていますさてこれで並んだかなこれでベスト4かあ S8 かまさにあベスト4はもうこっち決まってんのかじゃあもう準決勝一つやっちゃいましょう左側中防神ヒロチーム対暴君チーム A 番内です筐体を引いてあげてくださいあ、メイマスさんあれあるあ、タリメさんかあ、ちょっと待って待って待ってちょっと待って待って間違えて待って嘘嘘嘘ちょっと待って待って合ってるからちょっと確認させて暴君チームとエンジョイ&エキサイティングが暴君チーム勝ったんですよね合ってるよねちょっと確認作業させてください前天ボーイズと中防神ヒロチームは中防神ヒロチーム勝ったんですよねということはね合ってますね暴君チーム対中防神チームで合ってます合ってるトーナメント上も間違いない暴君チーム対中防神ヒロチームで合ってます OK ですどこだチーム名なしだったかな最初あ三3枚目いやこっちかこっちです多分これだなおさん DKC さんで現在リングフィット太郎チームと、チーム名なし V あはいV のチューバーチームと海の幸やりますか B バンダイじゃあこれやってないよねさあ V のチューバーチーム対海の幸なんか地元勢同士の潰し合いになるっぽい B バンダイはーいじゃあ先方は先輩いや違うぞ A 問題はここ準決だからまだ準々決勝だこれやあー多分予想通り4時半には終わるかなよそこ過ぎるかもしれんな場合によるさあ左側のブロックはもうすでに準決勝となりますよろしくお願いいたしますもちょっとプレイヤーとしては全くチームメイトには申し訳ない不甲斐ない試合をしてしまったんですけども上の方はね最後まで全力でやりますのでよろしくお願いしますさあ、ごめんなさい、A 番内の方は、まあ、A 番内はまあゆっくりでも大丈夫ですこちら終わればあと決勝残すのみ、B 番内そして E 番内の方は準々決勝とちょっと1試合遅れとなっておりますので、まあ大丈夫かゆっくり決めてもらって構いません真剣勝負OK、B OK、じゃあ B 始めちゃってください。まあ好きな筐体使ってもらっても大丈夫です。はい。ちなみに 2P が B で 1P が C とかなったらちょっと無理ですね。そこら辺は打ち合わせしてもらってね。
どこでもいいですよ、本当に。まあ、ぶっちゃけあの3人並んで先方中堅大将戦とかやってもらってもいいですね。一試合で終わるっす。いつかやりたいんですよ、 3on3 タイムアタックっつって。先に勝ったやつがプレッシャーかけて、まあ、早く負けて、早く勝てよみたいな。はい、ではスタートボタンを押し始めてください。次は B バンタイム、ごめんなさい、 B バンタイム。ああ了解です、お手洗いですね、了解しました。はい、ではスタートボタンを押してください。あっさあこちら準決勝となります。ボー君チーム、遠藤、チップ、土屋、ミリア、ハセスレイヤーチーム対中坊神、ヒロスレチーム、いっていきます。ああ始まりました。ナオディジー、TKC ジャム、マヨミシンとなっています。 TKC さんのジャムが先方、ハセスレイヤーが先方で出てきますね。おお、うまっ、空投げ一切り替え、画面端 50% しかし、さあナスアタック、右に出ていたんですけども、それを吹っ飛ばしています。足払い溜めて空直から投げ、前ピー2回立ち、はい、空投げ仕込みか、画面端避けて2系ワンパンチ、ダーストアタック、ハイスラハイスラ、一本選手はハセスレイヤー。さあ開幕立ち合いしたら時速が長いんで、前ステップを巻き込み、バイルマンカー前、はいバイル、一気にこのダメージ。スレイヤーといえばこれ、クロスが置いてある、立ち合い永遠の翼、さすがのコンボ精度、キングスジャンク、ジャンファイジャンディ落として大きい攻めは吸血、バックステップ避けていく、龍神から激輪を貯めていたのでダウンを奪って、さらに貯めて龍神避けていた。さあしかしロマンキャンセル、上海マッパンチを上から出た時発生しませんでしたね。さあ追いかけ立ち合い、足払いから剣道めくり、バーストしよう、さあここは投げ、キンギスを避けて前に来た、こちらも避けていた、ここはバイルバンカー2連発、先方戦勝利はハセスレイヤー。怖いですね。さあナオさんのディズニーですね、スレイヤー戦はかなりやっているでしょう。メイマスさんがミラクル起こしてる、次の試合は要注意ですよ、嘘のように。いや今回チーム数が少なくなってくれば気持ちも落ち着いてくるな。さあ広末信者、茨城勢みんな広末さんのね信者だから。ああうわマイルバンカー、まるでゴミのように吹っ飛んでいく、やばいっす、ドーンとマッパチ投げている、画面端こうなると苦しいぞ。中段からガーッと投げ返した、ピンバースト、ここは前に来たが着地を投げていく、 2K 円安魚、気づいたら画面上を背負ってる状況が続きますね。中段から下段でマンパンチ怖いんでキルキャンセル、直接投げはできず、デッドアングル大きさにマンパンチ移動してから裏に回ってる、続いて 2K 金魚円安、これリバーサルのダッシュそしてバックステップでよくすかされちゃうこともあるんですけども、もう一発目で金魚見せていたんで 2K で重ねたって感じでしょうか。怖い。
今日の土屋さんのテーマは優しさをなんか押し出してくるって話だったんですけどね、これは優しさなんでしょうね。よかった、このギルティのコーナー奥で。残念、ロマンギャンスレッ、ダイモ取っていく、初めて大会に出た時になんでこの人たちこんな喧嘩腰なんだろうってね、ビビった記憶が蘇ってきます。さあやれやれとマイピー、やはり広末さんを支持するやつはボートとなってしまう。どんな作品Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? え？あれやれやばいっすね。さあ大将シン、マユミスシンが出てきます。ハセスレイヤー2連勝中。しかしこれハセさん倒したらやはりそっちさんが控えてるっていうのがちょっと心的にしんどい感じでしょうか。どうでしょう、見ていきましょう。あーっと肩でビーク貫いてイエス、持続上手、かわいい。あーっとマイビー立ち合い、ジャンエジャンハイジャンニージャニケ SK ハイスラ D 落としておくせ。さあロッチ踏んでからの下段、ここガードしてるが脱出ならず、続いて投げ漏れ誘ってマップハンチ速攻。さあ出してジャンディ踏んで 2S 見ている、クロス前、はいクロス、クロスループからいってな、マイケーからの投げ、さあ前虫苦しい、飛んだところにマイピー引っかかりバースト封じて、前はいクロス、これバーストタイルドロップ、前はいさあチャンス。さあしかしここでね、どこかでカロリーを補充しないといけないっていうのがちょっと辛いところ。ご飯食べてボルテクリーンゲージを使って埋めていきますが、崩してここでバースト、前 P ヒールキャンセル、しかしジャンハイはめくり判定がある、ブリッツ取って2敗すら。勝ったのはハセスレイヤー3手で決勝進出です。道草を食ったがなかなか楽しめたい。スレイヤーウィンウィンストレイク、はい、それは君の若さだ。ああ知りたいと、よろしい、新指導を学ぶのに年は不問だ。まずダンディズムというものは何、飽きただと。ゲームオーバー。現在、B バンダイと E バンダイでやっています。V ドチューバー海の幸チームとチーム名なしとリングフィット太郎チーム、勝ったチームがこの後 A バンダイで準決勝を行います。ですのでもう使用しない筐体に関してはまあ飽きしない設定の方を変更していきます。Guilty Gear Exar Rev E バンダイ勝ちましたのはリングフィット太郎チームということで、準決勝になりますので A バンダイの方で対戦しますので A バンダイでお待ちください。今 B バンダイで対戦してますが V ドチューバーチーム対、海の幸チームということになります。勝った方が準決勝、ですね。で、先ほど勝ちましたリングフィット太郎チーム対、と対戦というふうになりますので少々お待ちください。
じゃあ今勝ちました海の幸チーム A 番台で対戦となります。準決勝なりますので、リングフィットチーム対リングフィット太郎チーム対、海の幸チーム、はい、準決勝となります。リングフィット太郎チームやばいじゃん大丈夫、みんな1年ぐらいかけてさ練ってきたのに即席だよ、大丈夫、カップラーメンとかそんなレベルだよこのチームのリングフィット太郎やべえな すげえチームが準決勝まで上がってきた、びっくりした。ねえ、まあチーム名は最強だよな、リングフィット太郎とかね、リングフィットの効果っていかがなものかと思わせる体型が揃っておりますギルティギアエグザール海の幸が勝利。あ、ちょっと待って確認、あ、俺に言っちゃっていいや。ワンビーガーも決まったら教えてください。じゃあ2チームとも前方、確認いたしましたのでスタートボタンを押して始めてください、どうぞは春対海ですね。リングフィット太郎チーム、太郎組むガンガル海メイマスレイブン、しかし太郎さんにはポチョムキンという可能性も、そして、海の幸チームはですね、カニタベさん、タコさん、酒井さんというタコさんのシーンが先方です。さあそれでは、各兄弟、各兄弟ね、A 番台からスタートボタンを押し始めてください。ごめんなさいね。さあ準決勝。じゃない、準決勝ですね、準決勝第2試合となります。ありがとうございます。さあ海の幸チームはタコシン倒しまして、リングフィット太郎ガンガルカイ。さあ準決勝までやってまいりました。リングフィット太郎チーム、なんかずっと読んでいきたくなるいい名前です。ロマンキャンセル、ご飯を食べて、ハイビー、アシュライからホーク、ブルバッシュ、ビークドライバーからダストラク持ち上げて、ビーク、このコンボルトいいですね、おきつめ、あーとなんか出ていなかったブルバッシュ、ビーク、ひよってしまってビークドライバー、ブリッチャージ、しっかりしております。さあ、BCD、E 番台に関しましては、設定の方変更いたしましたので、どちらの方お楽しみください。さあ、おしまい、おいて、ゴルバッシュ、マイジャンハイ、S マイジャンハイから、スピードを切って我慢し、さあ、皆さんちょっと苦しい展開が続いています。カルビーゲージの切れた瞬間を狙って動いていきたいところなんですが、ゲージがあるんで、そこのフォローもできる。ビーク、動けない、ビーク。さらにビーク、ヒットからご飯を食べて、ビークドライバーで、画面足、制圧しておりますが、スタンディッパー、ビーク少し出しを増えてしまったの、見逃しませんでした。画面足、ベイパースラスト、S バンカー、画面足。逃げられない、ビーク取っていく、ブリッジ足、オキスメ距離取って、3敗、あーっと、これはタッチ系が先行入力で出てしまったか、ジャンディ置いて、ダッシュで潜る、いい判断です。さあ、チャンエス、タッチ系乗らず、ジャンハイから、ここはバースト、マイビー、ここは肘で、インキュレス、潰してる、ジャンハイから、ビーク、ロマンキャンセル、ご飯食べて、リードを置いたが、しっかりと、エンスビーク、ドライバーがむしゃらについて、先行戦勝ったのは、
アゴさんのシーンです。これが俺の新必殺技ドメスティックプリスタートだシーン vs ソウソウゲットインツーアHere comes a daredevil! さあ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 、おおお、こちらも金か早い、全然迷いませんでした新作でもこちらも金使いです。さあ、いいですね、見ていきましょう。タコ VS タローです。空中足もね、鋭いですから、ビークドライバー狙われたらひとたまりもないんですけど、空中足の高さっていうのを少し工夫する必要がある。しかしそれに対しては空中ビークとかもありますからね、カロリーゲージと相談しつつというところでしょう。ガメージブルダッシュビーク、さあいいダッシュビーク、ガムシャラについて、ここはちょっと危ない。はい、チャンス、足は届かない。さらに飛んで元に戻ってからダメージ、ネットングル気がしますか。 2P、2P、2K、 やるさあ、これは浮いている。2回、3回、いてダブル、さらに減る、体力並ぶんじゃねえかと。そしてここは少し距離が遠かったが、全てを失ってしまった。逆転ありそうだなというところではありましたが、かなり苦しい2ラウンド目開始となります。見てますね、やはり昇竜拳ダッシュ、ご飯を食べて、クックカウンターから走り前ジャンプ、しかし前ピンが怖い。タイミングをずらしたいが、空中ビークをね、まあ、めてください。ここはちょっと判定が伸びてか、ビークドライバーの先端が突き刺さります。画面足、さあ2ピンで返した、落ちるスタート。さあしかしバーストすぐさま立ち回り、グリーンだよグリーンだよと叫んで画面端付近、ここをデッドアングル、さあディエス、うわー、前ハイカー、なんか本人も驚いていたみたいだが、画面足、せっかく掴んだチャンス無駄にしたくない。エースピーク、さあ3つ、いい反応でしたが間に合わず、じゃあ空投げ、しゃがんで待って、立ちハイ、前ハイと刻んでいきました。勝ったのはタコさんのシーン。さあリングフィットが出てきます。メイヤーさん結構ねお腹パツンパツンなんで、リングフィットの効果っていうのはどこに出てくるのかっていうのはね、経過観察っていうのは楽しみです。さあ大将メイマスレイブン、おお、サーバーソースカペ、いやーよく見ている、すごいですね。さあマイピンからシェフを呼んできてと、ボルテクレイン、わからん、わからんがガードできてる、ガードってしまった、ブルバッシュ、ご飯食べてジャンプにバルシャー、タッシャイ、マイハイ、S からのビーク、さらに画面端に向かってダッシュ、きついこれ無理、次いてジャンディー、さあ第2ラウンドへ、さあビーク引っかかってしまった、亀梨、さあ上海仕込みのタッチピーバックステ狩りでしょう。ビーク、エングス、タッチハイからの画面端、エングス、それからこれバスト、さあ上から振ってくる、これ念願のダウンを手に入れましたが、ブリッジで返されてしまうブルバッシュ、前上海、ビーク、タッチハイ、さらにマイピー、ここはバックステ狩りか、とエルク、そしてボルテックデイに乗っかってそのままコンボとなりました。勝ったのはタコさんの新3連勝で決勝進出です。リングフィット太郎チーム、夢は見れた、夢は見れた、普段いやけど普段の頑張ってるプレイヤーがこういうところまでいけるのね、いいことですね。しかしあと1つ難しい問題ですね、この辺は。さあ海の幸チーム勝利となりまして、それでは店舗大会決勝戦となります、チーム暴君対海の幸見ていきましょう。
では代表者じゃんけんをして 1P2P 決めてください。そして先方決まりましたら、平岡までお願いいたします。そして大会で使用いたしました B 番台から E 番台に関しましては設定変更いたしました。の試合お楽しみください。 Guilty Gear Exar Rev 2あれマジか、そっか、ツイッチに広告マジか、あれだな、オバマさんがこの間設定してた気がするな。一応ね、ニコニコ、ツイッチ、今 YouTube も配信してるんで、多分 YouTube とかで見る方がいいかも。一応そうですね、スイッチの広告とかはミカテンとか大会の運営費にしか当ててませんので、まあすいません、多分オママがこの間なんかやったとか言ってたらそんな気がするんだよな、多分ので、快適に見たい場合は YouTube がおすすめかな。すごいやばすぎでしょ。OK ですか？さあ、先輩。OK。マジか、わかりました。そうですね。カニタメさんのエルフェルトと、ハセさんのスレイヤーで、店舗予選決勝大会開幕となります。それでは、12月15日、高田のバーミカドの、これまだ店舗予選なんで、この後エリア決勝が控えております。そのエリア決勝に進むのはどちらのチームでしょうか？チーム海の幸対、ウォークンチーム、準備ができましたらスタートボタンを押して始めてください。それでは最後の一戦盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。さて 1P 側がチーム海の幸ですね。酒井、いきなりもう海の幸じゃねえじゃんって感じなんですけど、酒井組む、タッコーシン、カニタベ、エルフェルト。カニタベさんも正確には食べてる側なんで、捕食者なんで、別に海の幸じゃないけど。サツビーガー、ハセスレイヤー、遠藤、シップ、土屋、ミリア、おーっと茨城さあ返して画面足、逃げす、2敗、もう先行戦がかなり熱い。エルフェルトを誰が止めるかというところで、ハセさんが開幕で出てきてはいるんですが、こけてしまった、踏んで、チャンハイ、金 S、円 S、2K 足、スマッパンシッナッパンし、さらに押し込んでくる、ジャンディフットレス避けている、ファイルバンカー入れたい、立ち合い、シャガハイ、これは死んだ、殺しきり成功、立ち合いすら対策で振っていたんですけどぶっ飛ばしていく、さあ止めたが、ちょっとあまりも近すぎてコンボ悩んでしまった、前ハイ、素晴らしいコンボ判断、浮かして続けて金 SNS、さあ全身アラドミ、画面端、中段バックステップ、ここよく回避した、さあ先ほどは逆転を決めてみましたが、攻められた側が開幕、さあカニタメさんも同じように、あーっとこれは DOT は、ぐっと回している、さあロングステップの距離が前下から空車して、後ろが受けてきた、無理、無理じゃん、こんなの、画面端、2敗浮いている、ファーストを使って、裏取ったが 2S、 今度は2敗すらしっかりつないでいく、 2P でブライダルエクスプレス止めてのパチ確定、バースト使って避けるか、うわーマジか、なんだこのウッドランス無敵か、しかし前敗すら奇跡は見れたが、最終ラウンド判定がスッとこう変化したでしょうね。さあジャビー開幕、パチャーとチャンハイ 2S しっかりと落としていく、踏んでチャンハイからキンエス、エース、キンエスを直下側のバックステップ見ています、マッパチ乗せたが断ち切り、このパインに対しての反撃、反撃じゃない追撃ですね、意識が高い、
さあここで画面端よっと分からなくなってきたカニタメールフード、この次の奥攻め決まればね殺し切る可能性もあります。バーストは使わせない、いやキリギリ止まっていた、ジャンディーズから中断だ、早すぎる、崩した、突き上げショットショット、先方戦カニタメールフード、すごい試合だった。スレイヤーさんの Here comes the daredevil。さあ遠藤チップ。さあどうなりますかね。ここかなり遠藤さんが大事なプレイヤーですね。次がターニングポイントになりそうです。開幕まさかの新記録だよね。あそう火力ありますからね、終始リードしていても一発で逆転なんてことありえます。ジャンハイさあ始まりました。それから画面押しジャンケイが届きそうにありませんが、バウンスとしておいしい、これはテイクではなく通常うまいこと追撃決めていきます。素晴らしい爆炸よくなかった。ジャンハイ上から空投げ捕まえてファイン投げ、キンエス中断、これは見えない、宙に行ってしまったが吹っ飛ばしてからベータブレ、おーっと太陽しっかりしてますね。さあ1本選手カニタベールフレットかなり美味しい、おーっとこれはやられ判定の外に濃い判定が飛んでいました。さあ見えなくなって表、ここはしのいでいる、後半抜けたいから空投げ見えねえ、スパチケから空投げ失敗、画面端を背負わせることに成功、追いしすぎる、いやーしかしアルファですぐさま脱出、張り付かずにそのまま攻めていく、うわージャンプで空投げをしましたが、バウンドさらに突き上げ、その辺裏と足払いから刻んで走っていく、めちゃくちゃ速い、さあしかしゲドは飛んで空投げは攻撃判定が置いてあります。そしてエルフィルト攻めるブリッツ、ここはもう受けるしかありません。ジャンディからジャッジベターハーフバーストバン、これはさすがに体力残らないでしょう。さあ先方に立てカニ食べエルフィルトが大将土屋美奈との試合になります。チップさんが旦那様だったら私大統領夫人じゃないですか。エルフェルト組む、そしてあれシェンですよね。さあさあさあ見てまいりましょう。さあ開幕、さあエンクレス触っていったのは土屋ミリア、画面端下段からこれバスト前ハイからの金エス2杯、針がない状態ちょっと苦しいが急所投げ、画面端もう爆戦に乗ってしまったが、チャンケからタッチ系乗せていく、バットムーンは受け身を取ったところを掴める、ジャンピー前方向の投げ仕込みになっているんです。空振ったとしても割と上からジャンハイをカフ重ねられるっていう感じの状況なんですよね。おっと、キネス、これ美味しい、ここはバースト使います、捉えた、突き上げ、グライダルエクスプレスから繋いで繋いで画面端、さあチャンハイから針はあれが、これは難しいですね、去年出ていました。さあバン小技一発当てた橋、キネスからのここは放送ラッカーを使って投げ、イエスヒット、ジャンディー2杯すらジャンハイ、ジャンディーハリーのこれは先端前系からデッドアングル、やっぱどうしてもこのゲージが溜まってしまうと苦しいですね。さあここはしゃがみブリッツを選択しました、近距離です、刺さってリーチかけていくのは海の差し、カニタベルフルト先方です、あとのガードイエス、ここちょっと遅れて続いてジャンエスからエンエス2杯バーストを待つ、そして投げ漏れも誘いましたが、ここで下段ヒットを追いすぎる、ジャンディーから奥攻め、
上げ返していく。しかしバーストもあります。そろそろ 50% たまろうかで、まずゲージを25使って空中ダッシュ。これはエクストライダーバースト使って転がって回収したせいダッシュ投げ、さあと一発が引っ掛ければというところ。うわーシークレットガーデン出てしまった。ブリッチャーシー相手のバーストゲージを削って、さあ削りに行く。最後は突き上げカウンターヒットで先方3立て達成で、エリア決勝大会進出を決めましたのは海の幸チームとなります。おめでとうございます。さて、海の幸チームなんですけども、写真撮影と、ちょっと書類の方の記入の方がありますので、まあ、お疲れ様です。いやいや大丈夫です、面白かったです。落ち着いたらこちらの方までお越しください。エリア決勝大会はそうですね、今4時半ですので、休憩を挟んだ5時ぐらいから開始しようと思いますね。5時になりましたらエリア決勝、出場チームは、こちらの方までお越しください。各チームの確認が取れてからスタートリーグ戦となります。全部で6試合 A 番台で行う感じになると思いますのでよろしくお願いします。あけど2台でもいいのかな、まあ、ちょっとチームで決めましょう。チーム揃って1台進行でやるか2台進行でやるかはちょっとエリア決勝のチームが揃ってから、伺いたいと思います。というわけで、とりあえずテンポ予選はこれにて終了です。お疲れ様でした。